はい、それではスペインの市場で2回目の解説を始めていきたいと思います。はい、今日はですね、47小節目、メノモストからの、解説とさせていただきます。はい、まず2小節間休みがありまして、でアテンポの例が出てくるんですけども、まあ、ここはもう会合で取っていただいても押さえていただいても、もうどちらでも構いません。はい、そして、4分の2拍子が2小節間続きまして、また4分の3拍子になります。で、その次の4分の3のこのハープ、まあ、あの8分音符なんですけれども、テヌートがついてますので、少し長めを意識していただきたいと思います。ね、はい、そして、その次から、またあのハバネラの、テンポに入る部分ですね、これが、59小節目からになるんですけれども、まず、ここのポジションはですね、あと基本はここは原則、ここはもう同じポジションでここで取っていただきたいと思います。ここはその第3、第4の中間ポジションになるんですけれども、ここを必ずこちら同じポジションで取ってください。という弓順になりますね。そして、でまあ、そのために、その1拍前のベーが、4分音符のベーが出てくるんですけれども、ここも初めから D 線を取って、この4で必ず取ってください。あのこっちで取ってしまいますと、でまたここからまた跳躍しないといけなくなりますので、まあ、あの余計な手間になってしまいますので、必ずこちらで一拍前のベーから必ず取るようにしてください。で、という形になりますね。で弓順なんですけれども、今先ほどのパターンとやりました、その間の部分のスラーをダウンで弾くか、もしくは、アップで弾くか、まあ、あのどちらでやっても構わないんですけどね、あの両方試してやりやすい方でやっていただきたいと思います。まあ、強いて言うならば、私は、まあ、こちらになりますね。あのこちらを、取ると思います。はい、ここが、またこの形がずっと、続きまして、クレッシェンドを書いて、またメゾフォルテになりますので、その、ダイナミックスの変化をしっかり、つけていただきたいと思います。はい、そしてずっと同じ形が続きまして、で70小節目から今度は、真ん中の音が、ベーからアーに変わるんですけれども、ここも同じです。ここも必ずあの同じポジションで取ってください。ここも、同じポジション、第3第4の中間ポジションを使って D 線の2で取ります。で、この同じ形になりますね。ここも必ずこちらで、取るようにしてください。はい、そして、その次ですね、77小節目になるんですけれども、まあ、ここはもう、ハーフポジションからスタートしていただいて、もうこちらで、取っていって問題ないと思います。そして、その次の小節からまた同じ、このフレーズが続くんですけれども、まあ、こちらはもうハーフポジションで、取っていただいて問題ないと思います。でその次の、80小節目からまたあのこの S から始まるこのフレーズが出てくるんですけれども、まあ、あのここを、どうやって取るかなんですけれども、まあ、ここから、まあ、あのこのようにもう跳躍していただいても構いませんし、あるいは初めからその前のこの S からもうすでに飛んでいただいても構いません。もう一回やりますと、か、もしくは、もうどちらかの、2つのパターンになると思います。まあ、両方試してやりやすい方法でやっていただきたいと思います。はい、そして、82小節目からになるんですけれども、まあ、ここも、同じポジションで、取ることができます。まあ、第2、第3の中間ポジションで、アスを、1で取ります。そしてそのままポジションを変えずに、そしてその次の84小節目ものゲス、ここも、ポジションを変えずに D 線の1で取ります。そしてその次の、フェスになった部分で、今度はハーフプッシュに戻しまして2で取ります。あとは同じポジションになりますね。
はい、こういう形のポジション移動になると思います。はい、今日はこんなところとさせていただきます。特にこの、ハバネラのこのポジションの形っていうのは、どういう同じポジションで取るかっていうのは、どういうポジションで取るかというのが、非常に本場でも問われることになりますので、どういうこの形を、しっかり作れるかどうかというのを意識していただきたいと思います。はい、スペインの市場で2回目の解説は以上になります。ではまた次回。